朝倉義景、栄華を誇った朝倉家に生まれ、当主を務めた戦国大名である。織田信長を二度も追い詰める好機が舞い込んだ人物でもある。そしてその好機を逃した人物でもある。その結果、大名としての朝倉氏は義景の代で滅亡する。義景の最後は悲惨なものであった。チャプター1、生涯のピーク。1533年、越前の国の戦国武将、朝倉高景の長男として生まれる。父高景は越前に繁栄をもたらした名君であった。お父上かっけえ。1548年、父高景がこの世を去る。父上。父の死により、義景は16歳で家督を継ぐことになる。若年の家督相続ということもあり、親族である朝倉宗敵が義景を補佐していた。私がお支えいたします。宗敵、頼りにしておる。朝倉宗敵は軍事的にも政治的にも才能豊かな人物であり、国内外から評価されていた。越後の上杉謙信と通じ、中央政権でも影響力を持つほどの人物であった。宗敵の采配により、朝倉家は力を失うことなく存続していた。1552年、義景は室町幕府将軍足利義輝から一等官である左衛門の神を与えられる。これは歴代の朝倉家の中でも異例で名誉な出来事であった。おお、なんかすげえ。朝倉家とは親交も深いからな。まあぶっちゃけ将軍の力が弱まってるから味方が欲しい。この時期、室町幕府は衰退しつつあり、将軍の権威も弱まっていた。朝倉家を優遇することで、その力を借りようとする意図があったという。優秀な部下に恵まれ、将軍からも一目置かれる。その時の朝倉家は、周辺諸国には手出しができない、まさに無敵の状態にあった。そんな状態で義景は優秀すぎる部下を持ち頼った。頼りにしておるぞ。はい、義景様。もしかしたら頼りすぎたのかもしれない。1555年、宗敵がこの世を去る。え、これ以降義景が自ら政務を行うようになる。よし、わしが朝倉家の指揮を取る。しかし、その時の朝倉家には宗敵の担っていた仕事を引き継げるような才能ある人材はいなかった。それから20年もしないうちに、義景は自害、朝倉家は滅亡することになる。チャプター2、運命の分岐点。1565年、永禄の変。三好義継らによって将軍足利義輝が暗殺される。なんと、義輝様が将軍家の権威を地に落とす衝撃的な事件であった。その後、義輝の弟義明は義景を頼り、越前へと身を寄せる。わしの身もやばい、助けてくれ朝倉家よ。次期将軍候補来た。義景は朝倉景明、いとこを使者として派遣し、義明を歓迎した。朝倉家は義明様の味方です。さすがは朝倉家。義明は次期将軍になるための協力を朝倉家に求めていた。わしを次の将軍に担ぎ上げてはくれぬか。義明を新将軍に擁立できれば、朝倉家の権力は今よりも格段に増す。義景にとっても朝倉家にとっても好機であった。これは好機かも。しかし、義景の動きは遅かった。どうしよう、今動くと危なくないか。三好三人衆とか松永久秀とか、物騒な輩を敵に回すわけだしな。もうちょっと考えたいんで、一旦保留で。この時、義明の上洛要請に積極的に応えていれば、朝倉家の未来は明るいものになっていたかもしれない。チャプター3、最大の好機を逃す。1568年、義景の嫡男熊君丸が急死する。嘘だろ。あの義景、上洛船のこと考えてくれた？そろそろタイミングがやばくて。ちょっと
今そんなことを考える余裕がないっていうか、後にしてもらっていいですか。いろいろな理由で後回しにした結果、義明は義景を見限る。あ、こいつはダメだわ。そして足利義明は義景の代わりに織田信長を頼り、あっさりと上洛、新しい将軍となる。信長は頼りになるな。新将軍を擁立した織田信長は大きな権力を持つようになる。一方、義景は仕事を朝倉景明らに任せていた。ちょっと今は仕事したくない感じっていうか、疲れてて。景明に任せる。は？はい。信長は義景に対して上洛を二度要請している。一度京都まで来て将軍に挨拶しなさい。信長は京から近く絶好の位置にある越前の国の朝倉家を警戒し、服属させる必要性を感じていた。しかし義景は二度とも上洛要請を拒否している。なぜ我が朝倉家が信長なんぞの命令に従わねばならんのだ。国を留守にするのも不安だし。1570年、織田信長は上洛要請に従わない朝倉家に謀反の意思ありとして越前へと出兵する。出陣じゃ。越前を攻めるいい口実ができた。朝倉家は織田徳川連合軍に侵攻されることになる。やばい。この時義景に手を差し伸べる者がいた。同盟関係にあった浅井長政である。浅井長政は織田家とも同盟関係にあったが、織田家を裏切り朝倉家の味方をする。朝倉は古くからの同盟相手、ここで手を離すことはできない。浅井軍は織田軍を背後から急襲。織田軍は朝倉軍と浅井軍に挟まれる形となり、撤退に追い込まれる。これはまずい。絶好のチャンスの中、朝倉軍は織田軍を追撃する。出陣だ、織田を叩く。しかし有力な武将を討ち取ることはできなかった。あれ。この時信長をはじめ秀吉、光秀など有力武将を討ち取っていれば、義景の運命は大きく変わっていただろう。こうして義景は最大の好機を逃すことになる。チャプター4、武田信玄に怒られる。1570年、朝倉浅井連合軍は織田徳川連合軍と姉川で再び衝突する。姉川の戦い。朝倉陣営。この戦いで朝倉家の命運が決まる。そうだな、身震いするぜ。ところで、あれ、義景様は？義景様はここにはいない。え？家の未来を決める大事な局面であったが、義景は戦いを部下に任せ連絡役を担っていた。連絡役も大事だしな。姉川の戦いは朝倉浅井連合軍の敗北で幕を下ろす。え？負けたの？その後も朝倉軍は浅井軍と共に織田軍との戦いを続ける。戦いの中で比叡山に立てこもって織田軍と対峙する。滋賀の陣。いかに信長といえども仏を味方につければ手出しできまい。その翌年1571年、比叡山焼き討ち。織田信長は朝倉をかくまった比叡山延暦寺に侵攻した。とんでもない奴め。奴に怖いものはないのか。そんな中、勢いづく信長の動きを止める人物が現れる。さて、そろそろ動くとするかね。甲斐の虎と呼ばれた名将、武田信玄である。1572年、武田信玄が徳川家康の領地である遠江、三河方面へ侵攻開始。信長さん、これはやばいです。武田軍の勢いは凄まじく、徳川軍の城を次々と落としていく。はい、落ちた。よし。この時信玄は義景に対して協力を求めている。織田、徳川を一気に叩く好機である。
すぐに軍を動かしなさい。よし。甲斐の虎が味方なら怖いものなしだ。吉影は浅井軍と協力して出陣することにする。しかし羽柴軍相手に敗退。ぎふう。さらにその年の冬には、部下も疲れてて、あと雪もやばいんで、とりあえず国に戻ります。部下の疲労と積雪を理由に越前に撤退。え？後日武田信玄から吉影の撤退を痛烈に非難する手紙が届く。正直ドン引きしている。信長を追い込む好機の今、なんであんたは撤退してんの？めっちゃ怒ってる。1573年2月、信玄は吉影に対して再度出兵を求める。今チャンスだから早く軍を動かせ、取り返しがつかなくなるぞ。しかし吉影は動かなかった。もしかしたらこの時が滅亡を避ける最後のチャンスだったのかもしれない。1573年春、武田信玄が急死する。信玄の死を受け、武田軍は甲斐へと撤退する。え、まずい。信玄の死によって信長を抑える要因はなくなった。信玄は消えた。これで憂いなく朝倉を攻めることができる。チャプター5、朝倉家滅亡。1573年夏、信長は3万の軍を率いて進軍を開始する。くねね、やはり出てきたか信長め。出陣するぞ影明。織田軍に対抗して吉影も軍を率いて出陣しようとする。しかし、出陣ですか？ああ無理ですね、疲れてるんで。な、重臣朝倉景明は吉影の命令を拒否。吉影はこれまでの数々の失態のせいで家臣からの信頼を失っていた。もういい、お前には頼らん。ああそうですか。その後吉影は2万もの軍を集めて出陣する。出陣するぞ。そして織田軍と戦を始める。戦いは織田軍優勢で進んだ。朝倉軍は戦いの中で有力な家臣を何人も失うことになる。戦場で討ち死にを果たす兵もいれば、吉影を見限り逃亡する兵もいた。もうあんたにはついていけん。おい、ちょっと待て、どこに行く？拠点の一つである一条谷に逃げ延びた頃には10人ほどしか残っていなかったという。嘘だろ。さらに一条谷を守る兵の大半も逃げていた。なあ、まだ兵は残っておる。出陣するぞ、みんなのもの。残った兵も吉影の出陣命令に従わなかったという。なぜ誰も返事をせんのだ？なぜ？疲れているからでは、吉影様。影明。吉影はこの状況に絶望し、自害しようとするが側近に止められる。止めるな！織田にやられるくらいなら、せめて自分の手で。おやめください、吉影様。吉影様、一条谷は放棄し逃げましょう。影明。そうだな。ここにいても仕方がない。吉影は朝倉景明の勧めで建昌寺に逃れた。しかしこれは罠であった。1573年8月20日早朝、建昌寺は200の兵に囲まれる。景明は織田信長と通じ吉影を裏切っていた。何なのだ、なぜこうまでうまくいかん。私は父上や宗敵のように朝倉家を。享年41、そこで朝倉吉影は自害する。その後吉影の血族は信長によってことごとく処刑された。こうして戦国大名としての朝倉氏は滅亡するのであった。その後朝倉吉影、浅井長政、その父久政の3人の頭蓋骨は白だみが施され、信長が主演の場で家臣に披露したという。信長の残虐性を表す逸話として
有名ではあるが、この行為は敵将への敬意の念の表れであったとする説もある。今日の名言、リーダーとは希望を配る人のことだ。ナポレオン・ボナパルト。次回の日本史漫画は幻の天才軍師山本勘助の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。